日本中国地方山陽地方岡山県倉敷市、水島津良島亀島亀島は岡山県倉敷市水島にある地域である。本校では、同区域にかつて存在した作地群、亀島村についても述べる。津良島の南部を占める。現在の亀島、亀島神殿、津良島中央、神田からなる。やがらは、 旧亀島村域であるが、現在、大半の部分が小学校区が隣接の、蔵島島東学区,区となっており、含む場合と含まない場合がある。亀島、亀島神殿、津良島中央、神田の住所が該当。津良島山海中部の柳の南方に広がる平地で、近世の干拓地である。築南端部に亀島山という丘があり、かつては島であった。現在は、 水島工業地帯の造成や道路建設のために形を崩しているが、以前は亀のような形をしていた。地名もこの山に由来したもの。津良島が島から陸続きになった後、津良島は東西高橋川の川口部となったため、津良島の南には広大な干潟が生まれた。遠方2年に倉敷市廃所大館がこの干潟を18、長部干拓し、 翌年に28長部を干拓。ついで遠方6年には、成和藩山崎氏が、倉敷の許可のもと150町部を干拓。これらの干拓地を合わせて、南端部にあたる亀島の名を取り亀島新田村と、昭示、元禄十年に成和領分となり、明治に至る。備中村間では、浅口郡亀島新田村として幕末頃の国高を、 約8000国としているが、これには、鶴神殿が含まれている。明治22年6月1日に、津良島村から分かれた矢柄村、北面神殿村の旧矢柄分の一部と、亀島に北村とが合併し、村兵による亀島村を新設した。同36年1月1日には亀島、西の浦、鶴神殿、津良島の4、村が合併し、 津良島村を新設した。当地東部の東高橋川川口部の廃川地が市街地として整備され、さらに南側の干拓埋め立て地に水島工業地帯が造成されると、亀島神殿は大型道路が整備され、宅地、事業所、商店が多く立地し人口が急増。住所表記も改められ、新たな大技として亀島一から二丁目、神田一から三丁目。 津良島中央一から五丁目などが設置され、亀島神殿の地名は、矢柄との境界付近にわずかに残るのみである。亀島村に関するカテゴリー。ありがとうございます。